ははいこんにちはえー、とですね今日もちょっとラジオやっていきたいんですけども、えー、ビットコインですねビットコインがもう止まんないですビットコインの再構築をにして時価総額が1兆ドルを突破したとで最近は大手企業による投資参入が相次いだことで勢いをついてるということですねまああれですよね とにかく大きいのが、あのテスラですよね。テスラのイーロンマスクさんがビットコインに注目しているということで。ええー、ビットコインは保有資産として魅力的だと指摘してますね。うん、で、まあ、一方ですね。J. P. モルガンのアナリストは、ビットコインは。株価の。下落に対するヘッジとしては不十分だとして、まあ。まだちょっと疑わしい。 ようなことを言ってるんですね、まあ、もちろん意見が分かれてるということです。ただ結果的にはものすごい上がってて、ついにもう今、600万円台を超えてしまったんですね。うん、恐ろしい上げですよね。もう200万円にビットコイン戻ることはないとか言って言われてたのに、いきなり今、600万円台ですからね。なんということだと。うん まあただあの3年前のバブルの崩壊を知っている人たちはもう多分そろそろ怖くなってきていると思うんですよねもう600万でもうこっからまた凄まじい勢いで下がったらどうしようっていうのはみんな思うちょっと頭によぎってると思うんですよ一回あれを経験した人はあのうーんちょっとねあると思いますあの1月の段階でものすごいバブルにビットコイン仮想通貨が上がってって あ、そこで終わるんじゃないかって思ってた人も多いんじゃないかと思うんですよ。あの3年前のビットコインバブル崩壊って1月に起こって1月に終わってるんですね。一瞬で終わったんですよ。だから多分今回も同じじゃないかなと思って。あそこで1回そのポジションをやった。あのリセットしたりとかした人って結構多いんじゃないかなと思うんですよね。まあところがね。もう終わることどころか、そこからももう勢いを増してどんどんまた上がってるんですけど、うん？ なんでまあ、金融緩和の関係もあるとは思うんですけどねうんどこまで上がるかっていうのは分かんないですよねでイーサリアムももう20万超えてるんですよなんで3年前のあのバブルをはるかにもう上回っているのはビットコインとビットコインだけかビットコインとイーサリアムも上回ってますねイーサリアムも20万円には届かなかったんで、うん、最近上回りましたよねうん ただ、ね、あのー、すさまじく上がってるんですけども他の主要通貨は意外と3年前にまだ到底及んでないんですよねリップルとかあとビットコインキャッシュっていうのはとかネムっていうのは上がってはいるんですけども3年前のピークよりはもう全然下なんですよネム,ネムは、えっと、今55円ぐらいなんですけども一時期160円とか150円ぐらいいったんですよでリップルは400円台いったことあるんで でビットコインキャッシュも1617万ぐらいいったのかなだと思うんですよ。だから今ビットコインキャッシュが7万ぐらいでリップルが6万前後ぐらいネームが 55, 55円ぐらいあごめんなさいリップルごめんなさいリップルは、えー、70円前後かちょっと単位が全部違うんでいますよ、ね、で,、ね、でネームが55円ぐらいなんでねすさまじいバブル仮想通貨バブルと言われてるんですけども もう全然上がってんのっていう,もうめちゃくちゃ上がってんのはビットコインだけあとはまあ草コインとかのそういうマイナーコインではあると思うんですけども主要コインでものすごい上がってんのはビットコインとかぐらいなのかなうんなんですよね。だからどうなるか っていうとこですよねまあ個人的にはねまだ金融緩和っていうのはまだこれ終わっていかないんでまだまだ流れんじゃないかなと思っててうんとね今ビットコインとイーサリアムが上がってるんですけど交代で上がってる感じ傾向が若干出てきてるんで次はリップルとビットコインキャッシュ上がってもおかしくないんじゃないかなと思ってますうん結構ね結構交換で交代で上がるんですよこれ。 結構は上がる時はねでビットコインキャッシュとリップルはまだまだ上がりが他のにた比べて足りないんでまだ上がるんじゃ主要通貨としてはまだ上がるんじゃないかなって思ってますよねうんまあもちろんわかんないですけどねはいでそのこのバブルっていうこの経済あまあ金融的なバブル投資とかビットコインのバブルっていつまでなんだろうっていうと まあ、若干雲行きが怪しくなってきたのがですね長期金利ですねアメリカの長期金利が今すごく上がってるんですよどんどん上がっててコロ,ナばコロナ前まで超えちゃったんですよねで長期金利が上がるということは債券の方にお金が今度流れ出す可能性があるんですよね今までリスク資産としていた株とかビットコインに流れてたお金が あの債券の金利が上がるってことはあじゃあ債券に入れといた方がお金得じゃんってなってで債券の方に流れる可能性があるつまり株とかの株相通貨のバブルが終わる可能性があるんですねはいだからこの間のニューヨークダウンもあのーーすごく今まで勢いよく上げてたんですけども上げ上げがねよ弱いというかもう横ばいなんですよ横の動きになってもみ合いの動きになってたんで それは金融緩和あ、あのー、長期金利長期金利が上がってるからじゃないかっていうふうには専門家の間で言われてるんですねはいだから長期金利がどんどん上がってってコロナ前を超えたんでもしかしたらこれはこのバブルの終わりの始まりなんじゃないかなっていう見方をする人もいますはいねまあでもそんな中ビットコインだけ600万超えちゃったんですけど、うん、ちょっとわかんないですね、うん まあ株とビットコインが全く同じするわけではないんで、個人的にはね株の方が先にバブルが終わって、ビットコインの方がまだ残るんじゃないかなって思ってまいうす。ただ、このビットコイン仮想通貨バブルもいずれは一回終わるとは思いますね、まだドカーンと下がって、3年前ほど元に戻るか分かんないんですけども、下がると思う。 ただし仮想通貨に関してはやはりそれも1回の大きな押し目で終わるそしてまた上がっていくんじゃないかと個人的には予想してます。はい、ということですねで株のね日経平均はあのー、結局ずっと長い長期で見るとずっと横なんですよ上に大きく上がって下がって大きく上がって下がってって横ばいを繰り返してて。 ずっっっと上がってっているわけでではないんですよ顕著にだからまた日経平均に関してはドカーンと下げてまた戻ってを繰り返す横の動きを繰り返すんじゃないかなっていう個人的にはそうです。はいまあ、ということでね今すごいそのこの金融の動きが激しいんで投資してる方はすごく注意した方がいいですね。ものすごい得してる人もいるかでものすごい損してる人もいると思います。 なんでで今ここはね気をつけた方がいいです特に今この長期金利の動きで若干静観した方がいいっていう意見が出てきてるんでまあ冷静に見ていきましょう。はいということでねこのチャンネルではこういった感じちょっとそのトレンドですねその時のトピックトレンドをあのラジオにしてるんであの経済とかビットコインの話のメインじゃないんですけどあのちょっと最近その話のトレンドが多いんでそれが。 たまたま多いんですね。はい、あとエンタメとかね。お笑い芸人とかそういうのもやってます。で、コメント最近すごいいい！コメントくれる人いっぱいいるんですよね。コメントくれる方ありがとうございます。何でもいいですね。何でもいいのでください。あのー、うん、なるべく全部見てなるべく返すようにしてますので、まあ、一言二言のコメントでも大丈夫ですし、あれここ違うんじゃないかとかいうのでも全然大丈夫ですので、何かあればね。コメントください。 うん、またね。チャンネル登録いいねもお願いします。どうもありがとうございます。